はようございます。今日は2019年8月の5日、今の時刻は朝6時50分。向こうに見えております青森観光物産館アスパム。北海道を抜けて今日は東北地方1日目、青森県青森市からのスタートです。青森駅に向かうかな、まだあまり考えていません。日本一周ということで海辺を通ることが多いわけですが、風が吹きますので、そうするとちょっと風切り音など皆さんに入ってしまって申し訳なく思っているです。でも稚内にしても青森にしても昨日の函館でもそうですが、こういうところにしてはね、随分風が弱くて、かなり過ごしやすいですよ。今日はというか今回の旅はね、後ろに見えているこの津軽海峡フェリーすごい快適でした。まあ、前回の動画見ていただけましたでしょうか。いただけましたよね。あの再生数おかげさまで、なんとかなっていると信じたいです。少なくとも、昨日撮った動画はですね、現時点で今朝の7時ですが、なかなかよく、8万回程度再生されております。だから今日の予算は結局1万円に達する見込みですね。いや、それは嬉しいですが、しかしあのこれは初回ボーナスみたいなのが正直あると思うんですよ。クレジットカードを作ると最初にあの5000円分のポイントとかね、いっぱいじゃんじゃんくれるじゃないですか。今日も予算はですね、昨日1500円の赤字を出したことだし、なるべく使わない方向で買って兜の尾を締めようと思います。あいつなんか1匹だけいるな。今ねずっとよちよち歩いてたんですけど、急にひょっと止まりまして、あれウミネコでしたっけ、くちばしが赤いから。カモメとウミネコと違うんですよね。あれやってんだろうね、あんなところで。それでは本日の予定をご説明いたします。青森から出る鉄道は2方向分かれておりまして、八戸方面の東北本線、弘前方面の奥羽本線とありますが、今回は奥羽本線方面に向かいます。奥羽本線で弘前、そして、日本海側を走る五能線という列車がありますので、あのローカル線ですけれども、そちらで、海沿いへ、途中、五所川原を過ぎ鰺ヶ沢で途中下車をする予定です。鰺ヶ沢ではあの名物のヒラメの漬け丼というのがありまして、前からずっと食べたかったんですが、この度予約をしておきました。そこでですね、ちょっといいお食事になるかと思います。それから海沿いを走る観光列車リゾート白神号という、なかなか快適だけれども安く乗れる列車に乗りまして、さらに南下、秋田では本日開催されております関東祭りを夜に見る予定です。そして最後は、それからさらに南下して山形県の2番目の都市は鶴岡だそうですね。私この間まであの全然違う町だと思ってたんですが、山形県第2の都市庄内地方鶴岡を目指します。よろしくお願いします。さて、歩くこと35分、青森のシンボルベイブリッジの上に来ました。この下に東北本線、奥羽本線の青森駅があります。この青森駅をまたぐために架けられた新しい橋です。あそこにある駅のホームからもうそのまま上の橋に上がって、そしてそのまま船に乗り換えることができる、昔は便利な駅だったわけです。現在ではもうこのように乗り換えることはできません。船がありませんから、わざわざですね、船に乗る人は40分歩いてあそこの港から船に乗り、そして函館からまた20分歩いて列車に乗って函館駅へ行くということになっています。見ていただくとホーム上にもね、30年前に廃止になった連絡線、そこへの案内の跡がまだ連絡線このように残っています。昔この辺りは全部線路だったんですが、ほとんど剥がされてしまいました。でも保存でですかね、このようにちょっとだけ残されています。車椅子のおばあさんを連れた人が八甲田丸を見に来ているのも見えます。なかなか不思議な光景ですよね。こうやって線路と船を直接、あちら側にも線路がついてますから、あれとですね、これを間のあのタラップでつなげて、そして車両を船の中に積み込んでいたのです。このベイブリッジは歩道が設置されていて、その脇からこのままね降りることができるわけです。こんな感じ。本日青森市ではねぶた祭りが開催されております。ねぶたの東北地方を代表する立派なお祭りで、私も見ていて楽しく、前にですね2日連続で見に来たこともあります。なんですけども、残念ながら日程の都合で夜しかやりませんのでね、今日の夜まで青森にいると全行程にすごい遅れをきたしますんで、そうすることはできないわけです。いやー、見たかったですけれども、まあその代わりあの秋田県で、ちょうど同じ時期に開催される関東を見ることができます。今日の通り道、弘前、それから五所川原でもねぶた祭り、立ちねぶた祭りというのがあり、それも見たかったんですが見ることはできません。少し物寂しさも感じさせるようなこの2階建ての青森駅舎、私はかなり好きなんですが、もう建て替えが決まっておりまして、後ろにはそれを実感させるクレーンが随分高くそびえております。ご存知の方も多いと思いますが、青森の私の行きつけのお店、それをご紹介しますと、はい、この目の前にございます、これですね、吉野家、何店っていうのがね忘れましたが、ここはもう今回のようなね旅行してる時に、あの散々青森で朝暇で、じゃあここでなんか牛丼でも食べるかとか、たまにあの牛鍋みたいなものを食べたりとかしてね、美味しい美味しいとやっていた幸せな場所です。
朝5時からの営業、そして中がレストランっぽくね、なんか結構ちゃんとした席みたいになってるんで、まあ割と長時間の滞在もできるし、席数も多いんで、そうなっても迷惑ではないというわけで、かなりよく使わせてもらっていますが、今日はもうこれを買ってもらっちゃいましたんで、それを食べる必要もありません。助かります。もう一つの行きつけは、これ青森駅に入っている駅の駅青森、地元の名産などを売っている、まあ、駅に入居する道の駅的なコンセプトで運営していると思われるお店で、青森の名産などが手軽に手に入ります。青森駅のホームでは最近しょっちゅう何か音楽をかけているんですが、今日はねぶた林です。これが鳴っているのは初めて見ました。ねぶた仕様なんですね。さて、それで青森でやることも特に今ないので、これに乗ります。予定をちょっと変更しました。リゾート白神2号です。 JR 東日本の運行する観光列車、今日の夕方に乗る予定でしたが、1日に3本も夏は運行されてまして、便利に使うことができます。青森8時9分発五所川原に向かいます。バックにはベイブリッジ、なかなかかっこいいスタイルです。大きな窓に特急電車のような垂直向きの座席、間隔も新幹線や特急よりさらに広く快適に作られています。しかし4両編成の真ん中にはこんな顔が隠されていて、実は JR 北海道で散々皆さんにご覧に入れました、あれキハ40というんですけれど、あれと大体同じ車両でですね、相当これ古い車両を改造して使っているというのはよくわかるんじゃないかと思います。青森の名物はリンゴ、自動販売機もリンゴがかなり充実しています。何か買っていきたいところですが、残念だけども昨日ちょっとね、2リットルの水を買いました。あれが重すぎてかなりこたえていますので、ちょっとそれはやめて。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。五所川原駅に着きました。高校生くらいの普段列車に乗らないと思われる人たちがですね、津軽弁で喋ってましたけれど、この列車に、あ、こっちの方が空いてる、乗ってきました。この列車は全車指定席で1回乗るのに520円がかかります。あとで料金の請求を受けることでしょう。到着した五所川原市は太宰治の生まれた地であり、向こうに止まっているこの地元ローカル線、津軽鉄道の列車にはメロス号と書いてあります。走れメロス、小学校でやりましたね、太宰治の作品。津軽鉄道で30分、運賃は片道550円、金木というところが太宰治の出身地。この津軽鉄道の名物はストーブ列車で、毎年冬になると石炭ストーブを焚いて車内を温める独特の旅情で人気です。しかし本日はですね、本日じゃないんですけど、明日明後日ぐらいからやるんですが、ちょうどタイミング合わず残念でしたが、真夏のストーブ列車という気違い地みたいなイベントもありまして、気温50度ぐらいまでですね、夏の2日間だけやるそうですが、温度をガンガン高めて、それで車内で、ビール飲んだり、それから、アイス食べ放題だったかな、そういうイベントは行ってみたいんですけどね、残念ながら今回も今年の夏も参加はできそうにありません。そういった面白いイベントはお客さんの多い時期に開催してこそ盛り上がるものです。なぜお客さんが多いのか、先ほど青森駅でもご紹介しましたが、これですね、立派だ。
私立ちねぶたと、ずっと言ってきたんですけれども、立ちねぷただったようですが、青森での、ねぶた祭り、弘前でのねぷた祭り、五所川原では立ちねぷた祭りが行われております。夜になるとこれが練り歩くわけですけれど、残念ながら、悲しいことですが夜までいる時間はありません。すごい大きいですよこれ、高さ20メートルぐらいあるそうです。こっちは15メートルぐらいかな、あっちが20メートルぐらい、両方とも高校生が作ったようですが、こちらは五所川原高校の立ちねぷた同好会、部活で作ったってことですね。これはね、子供会、ピカチュウ。基本的な構造はね、多分青森のねぶたと似てるというか同じなんじゃないかな、張り子の構造ですが、五所川原の立ちねぷたはその高さが違います。うわーっとこう上までこうせり上がるような感じ。青森のねぶたもね、立派なんですが、あれはここまで高くはありません。その代わり横に広がりを見せます。よかった、駅前でこれが展示されていて、見ることができるだけでも幸運です。上もまだまだ余力があって、もっと大きいのが展示される可能性もあるっていうことですよね。駅前通り見ると電柱がありませんね。多分これ埋設されてるんだと思うんですが、しかも上の高いところがこうスッと開くようにうまく配慮されているような気がします。信号機なんかそうですよね。あれ東北地方だから雪が積もるんでああいう風な形してるっていうのもあるんですけど、立ちねぷたはここを通すんだと思うんですよ。それで、その通り道はうまく開けている、そういうことなんでしょう。さて、それじゃその津軽鉄道に乗ってちょっとだけ金城方面行こうと思います。昔は金城町と言ったんですが、合併して今は五所川原市金城地区になっています。目的地は金城駅ではなく、その一つ手前の加瀬駅です。運賃がね、往復で110円と書いてあるんですよ。往復で960円なのに、ここには110円って書いてある。つまり相当昔のやつを今も使ってるっていうことですね。さて、午前10時になりました。10時1分になっちゃいましたけど、再生回数が75,000回、今日の予算は、7,500+2,000、大幅に増えました、9,500円です。ローカル線はやはり観光客の誘致が大変重要なので、このようないろいろ面白い取り組みが多く、風鈴列車、津軽弁をお話になる観光アテンダントという方も乗られています。しかし本当の津軽弁を喋られてしまうと一体何を言ってるのか分からなくなると思いますので、かなり初級レベルの津軽弁なのかなと感じています。あとまだ7,280円使うことができます。宿泊費も2000円ぐらいを見ておけば今日は大丈夫だと思うので、6000円ぐらい、いやよかった。基本的に予算が増えている場合には、次回以降の蓄えと、それからあとは観光のために使おうかなと思っているところです。三鷹の家にいた頃は毎日のように近所に爆弾が落ちて、私は死んだって構わないが、しかしこの子の頭上に爆弾が落ちたら、この子はとうとう海というものを一度も見ずに死んでしまうのだと思うと辛い気がした。私は津軽平野の真ん中に生まれたので、海を見ることが遅く、10歳くらいの時に初めて海を見たのである。そうしてその時の大興奮は今でも私の最も貴重な思い出の一つになっているのである。この子にも一度海を見せてやりたい。子供は女の子で5歳である。やがて三鷹の家は爆弾で壊されたが、家の者は誰も傷を負わなかった。私たちは妻の里の甲府市へ行った。しかし間もなく甲府市も鉄器に襲われ、私たちのいる家は全焼した。しかし戦いはなお続く。いよいよ私の生まれた土地へ妻子を連れて行くより他はない。そこが最後の死に場所である。私たちは甲府から津軽の聖火に向かって出発した。山中夜かかってやっと秋田県の東の城までたどり着き、そこから五能線に乗り換えて少しほっとした。海は、海の見えるのはどちら側です？私はまず車掌に尋ねる。この線は海岸のすぐ近くを通っているのである。私たちは海の見える側に座った。
海が見えるよ。もうすぐ見えるよ。浦島太郎さんの海が見えるよ。私一人何かと騒いでいる。ほら海だ。ごらん、海だよ。ああ海だねえ、大きいだろう。ねえ海だよ。とうとうこの子にも海を見せてやることができたのである。川だわね、お母さん、と子供は平気である。川？私は愕然とした。ああ川。妻は半分眠りながら答える。川じゃないよ、海だよ。てんで、まるで違うじゃないか。川だなんて広いじゃないか。実につまらない思いで私一人黄昏の海を眺める。以上、太宰治物を思う足より海という作品朗読させていただきました。太宰治ってなんかね、相当ネクラな人間だって聞きますけれど、そういう人が書きそうな文章だなとは思いましたが、まあ一方で私もあちこち観光地の案内などをして動画と関係なくお客さんをもてなすこともあります。そういう時、ここは素晴らしいですよ、そうどうぞどうぞ期待してくださいねと言って着いた時のですね、お客さんの反応が、ああ綺麗ですねみたいな、まずそんぐらいの反応だと、え、なんだ、もっと私が初めて来た時はもっとここ感激したんだけどなと、私もねちょっと愕然とするという思いはしたことがあって、どちらかというと共感できる内容でした。河瀬駅で降りました。一つお隣が金木駅、そっちが観光の中心ですが、そこまで行く時間がないというのと、そこよりもこっちの方が面白いんじゃないかなと思って降りたのです。昔の踏切の音、今ちょうど鳴り終わりました。この加瀬はまず、スマップの中井慎吾さんであってます、解散したんですよね、確かにスマップってね、その、人たちがですねここへやってきた、こう色を塗った昔津軽鉄道で使っていた国鉄のディーゼルカーがあって、ずっと色を20年ぐらい前に塗った後ボロボロにぶっ壊れてしまったんですけれど、もう一度、塗り直したのが3年前なのだそうです。これでまあね、おーって感じですが、ただこれを見に来たわけではありません。こういう歌あるじゃないですか。テレビもね、ラジオもね、車もそれほど走ってね、なんだっけ、電気もね、ガスもね、おまわり毎日ぐるぐるみたいな、こんな感じの歌詞のね、歌ありますけれど、吉幾三さんってでしょ、私ごめんなさい、その人の名前しか知らなくて、あと名前とこの歌しか知らないんですが、多分有名な歌手なんだと思うんですけど、その人が、この加瀬出身でして、また昨日ですね、タチネプタの、お祭りが昨日からスタートだったらしいんですが、そのスタートの時は毎年来て、タチネプタのその行列の中でテーマソングみたいなのを歌うらしいんですね。で、なぜこの加瀬に来たのかというと、今の歌が関係してるんですけど、私の足の上にゲジゲジが乗ってるんですけど、ちょっとこれ怖いな、どうしたらいいんだ、バックしてくれよ、困るよ、こんなところで、これで上に登ってこられたら終わりですよね。おい、やめろ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 、降りた、うわ、さすがに行って、で気を取り直しまして、この歌はですね、こういう歌詞です。テレビもね、ラジオもね、車もそれほど走ってね、ピアノもね、バーもね、おまわり毎日ぐぐるぐる、朝起きて牛連れて2時間ちょっとの散歩道、電話もね、ガスもね、バスは1日1度来る、おらこんな村嫌だ、おらこんな村嫌だ、東京へ出るだ、東京へ出たなら銭を貯めて東京でベコ買うだ、牛ですね、東京で牛買うとか、銀座に山を買うみたいな、まあ、そういう感じのですね、歌で、まあ、ちょっとシュールな感じなんですが、その歌が出たのが1984年のことだそうでして、でいや、そんなにさすがにうちは田舎ではないと言ってですね、その出身地から猛烈な抗議が、来たんだそうです。でそれがこの周辺、加瀬地区を舞台に歌われたとされてるんですけども、吉幾三さんの生まれた1950年代ですが、それぐらいの時にはなんか本当にこんなぐらいの様子だったらしいです。というわけで見に来たんですけど、確かに車もそれほど走ってないですね。まあ、物は言いようだなというところもあるんですが、面白いことにですね、ネットに、ネトラボアンサーっていうなんかブログ記事みたいなやつですけれど、この
なんとかもねなんとかもねっていうのを、どこまであのそれが本当にあったかどうかっていうのをあの確認したね、あの最初からそれを見てみると、車もそれほど走ってね本当になかったそうです。で信号もあの車がそんなに走ってないのでなかったそうですね。今はあると思います。でピアノもねと言ってますが、ピアノは学校にはあったらしい。バーなんていうものはなかったそうです。で特に事件も起こらず、おまわりさんは本当に平和そのもの、散歩みたいな感覚で、どうもパトロールをしていたということでした。で、牛を連れて散歩をするってことはなんかそんなになかったらしいんですが、あの馬を連れて散歩してるということは結構あったみたいですね。で電話はですね、その昭和20、30年代ぐらいにはよくね、東京の様子なんかでも書いてありますけども、電話が家にはないので友達とかね知り合いの人に借りに行くみたいな、そういうことはよくあったそうですね。でガスはねあまり普及してなかったみたいで、ガスは本当になかったみたい。でそれからバスはもうちょっと本数があって1日に 4,5 本ぐらいは来たと。でギター、ステレオ、喫茶店、そんなものはねなかったみたいです。一方で若者は全然いないみたいな歌詞もあるらしいんですけれど、若者は当時の方がやっぱり多かったみたいですね。私が知ってる歌ですからね、多分視聴者の皆さんの中に知らない人はほとんどいないと思うんですけど、さっきのオラ東京ザ行くだ、オラ東京さ行くだ、面白い歌なんでぜひ聴いてみてもらいたいと思います。さっきもご紹介したかもしれませんが、昨日長谷川ツアーでこれを買いました。青森富士リンゴ、まさにこの辺りが発祥の、そのリンゴの入ったクリームパン、昨日は消費減となっていますので早く食べないといけません。3両もつないでる、お客さんもいっぱい乗っていますが、五所川原でいっぱい降りるでしょう。いやよかった、これだったら快適です。この車両は昨日 JR 北海道で乗ったのと同じキハ40という車両ですが、これはね北海道仕様ではないので、窓が二重になっていませんが、その代わり冷房もちゃんとついています。だから開けなくてもそんなに暑さを知ることはありません。昨日までと違ってやはり本格的な暑さをようやく感じるようになってきました。鰺ヶ沢駅に着きました。高校生ぐらいの人たちかな、浮き輪持ったりやんなり、眩しい青春という感じだ。まあ、私もまだギリギリそれにしがみつけるかもしれませんけどね、そのぐらいのノリに。日本海に面する鰺ヶ沢町、その名物はヒラメです。多分アジも取れるんだと思いますが、ヒラメが特に美味しいそうです。夏の時期は値段はちょっと下がっていて、駅の裏の水軍の宿という旅館で食事をすることができます。画面奥が鰺ヶ沢駅、列車の出ていったすぐ右手、これが水軍の宿です。1350円のヒラメの漬け丼、それから400円ほどで日帰り入浴ができる温泉宿です。鰺ヶ沢ってね、ヒラメの漬け丼で売ってる割には駅からすぐ旅に行けるところってこことかそこのなんか周辺ぐらいしかないらしい。まあでそれで電話で予約をして、それでやっと食べられるらしいんですね。で私も昨日前日にね予約をしました。前日だとちょっとギリギリ感もありましたけど、でも明日は大丈夫ですよと言っていただいたので。今日使えるお金はねこれ足して3550円ですか、570円か、まあだいたいあとまだ6000円ぐらいは残っているということです。だからここでそうだな2000円ぐらい使っても、4000円あるから、まあそれ宿泊費出しても2500円は残りますね。よし、じゃあだいたいそんぐらいで行こう。ヒラメの漬け丼が1350円で、温泉が日帰り入浴400円程度だそうです。すごいな、立派な中庭と船。予約しておいたからすぐに準備していただきました。これがヒラメの漬け丼、美味しそうですね。本当に美味しそうだな、こんなごちそう食べるのはなんか久々な気がするよ。それからこれはごぼうのお茶で生姜も入っているんだそうです。でこれですが、これねハマグリのお吸い物、いいですね。これをこのまま味わってもいいし、後で温まったらこれでお茶漬けにしてもいいそうです。よし食べるぞ。火に気をつけないとね。いただきます。美味しいものってのはたまに食べるのがいいんだなと実感します。昨日は長谷川ツアーの役所でもそうですが、1日3食うなぎとかね、まああれ美味しかったですけど、とても美味しかったですけど、やっぱこう菓子パンとかね50円のおにぎりとかそういうのでお腹を膨らましながらたまにこういうの食べるっていうのが本当に幸せな気分になりますよ。いや心から幸せだ。ヒラメも大変肉厚です。
歯ごたえがあります。じゃあこれをこうかけると色が表面がほんのり変わってくるわけですね。これがなんかこうお茶漬けやる時の楽しみの一つのような気がします。出汁がですね、これがね、なんかこう安心する味なんですよ。本当に美味しい出汁って食べてるってなんかだんだんこう安心してくるような、そういう雰囲気ないですよ。いいな。この固形燃料がまたいいですね。うまく言えませんが、安らぎの光です。源泉かけ流しの温泉だと思うんですけど、それも入って、その後安かった200円だったんでかき氷も食べてですね、あのすごいシロップいっぱいかかってたんですが、それでその後もまだ時間があるのでちょっと海の方に来てみました。五郎線がさっき混んでるというふうに言いました。高校生ぐらいの人たちが多く浮き輪なども持っていましたんで、あきっと海が遊びに来たんだな、見に行ったら実際にそれぐらいの年代の人たちで、かなり鰺ヶ沢海水浴場は混み合っております。だからちょっとね、拡大するとあの男女共に来ているようですから、ちょっとこう水着の女性をこう望遠レンズで映り込むというのはちょっと結構問題があると思いますんで、本当はねちょっと使った方が綺麗に映せるんですけど、それはやめておきたいです。甘いもんばっかり食べてます。お茶が飲みたいんですが、水がまだ大量にあるので買うわけにはいきません。もうあの水を早く全部飲み干してしまわないと肩が痛くなってきますよ。ああいうのを見るとやっぱり時間の流れを感じざるを得ません。私もこの動画を作るときにノクターンの音楽かけたり、冒頭に、何月何日、第何日どこどこ本線なんとか駅なんとか市みたいな書いてるんでね、あれも作るときも懐かしいと思って視聴者の皆さんもそう思ったでしょう。時間が経ったってことですね。私が動画を出し始めてから、もう2年以上経ってます。今年私も22歳、高校生の時の夏休みをもう懐かしいと言って、十分問題のないぐらい前のことになったでしょう。あの海で遊んでいる高校生たちもきっと将来夏休みを懐かしく思い返して、あの時は楽しかったと、まあ今もその時もね楽しいかもしれませんけれど、そういうふうに思う時が来るんだろうと思うんですが、まあ、私としてはそんな思い返すというよりはですね、ずっと夏休みを続けたいと、そういうふうに思っておりますので、そんなにたくさんのお金はいりません。まあ今日ぐらいあればもう十分ですから、あのこれぐらいのですね夏休みがずっと一生遅れていけるように頑張りたいと思います。さて JR 鰺ヶ沢駅前に戻ってきましたが、駅前のこのスーパーはうちのチャンネルでも何度も出てますが、おすすめですよ。真っ昼間になっててもお惣菜が半額とかね結構やってまして、あのアジフライとかね、まさに鰺ヶ沢だから食べようかなとやめたんですが、あの50円とかで食べられました。それからね、あのヒラメの漬け丼もなんか上りが上がってて、多分午前中とかに来ればすごい安く手に入りそうな感じだったんですよね。駅前ですから、いやこれいいな、午前中来ればよかったなって気もしますが、スーパーの駐車場の脇にたこ焼き屋があって、鰺ヶ沢名物チキン棒と書いてあるんですけど、これは美味しいですよ。もう音がしなくなっちゃいましたけどね、5秒ぐらい前まではジューって音もしていました。注文をしてから揚げ始めてくれます。230円、塩味がついていてお好みでマヨネーズもかけてくれます。五郎線乗ってると鰺ヶ沢で15分止まりますみたいな時たまにあるんですけど、そしたら駅からね飛び出してこれ注文して揚げてもらって、あの持って帰るといいですよ。絶対美味しいから。ちょっとさっきからお金とそれから時間に余裕があるのをいいことに食べ過ぎたな。富士リンゴのクリームパン、それから鰺ヶ沢の、ヒラメの漬け丼、それからかき氷とドーナツとチキン棒まで食べました。ちょっと食べ過ぎた、お腹がいっぱいです。このリゾート白神郷で秋田まで一直線、一直線という走り方ではありませんがね、海岸線に沿って走ります。リゾート白神には何種類かありますけれど、これが一番新しいやつです。今車掌さんで車内放送を案内をしていますが、この列車はこれから千畳敷駅というところに停まります。リゾート白神号は観光客に優しい列車、千畳敷駅では15分停車をして千畳敷海岸を見に行くことができます。ここでいっぱい歩いている人たちはみんな白神号の乗客です。もともと海底にあったこの独特の形の岩、これが地上に地震でもって隆起してきたのです。
すぐ近く民宿の防洋館というのかな、そこでは昼間こんな風に生干し焼きイカというこの地域独特の名物を売っています。しかし私も買いに行ったんですけれど、残念ながら300円で、ね、安かったんですが350円かな、もうなくなっちゃった、すいません、残念賞でタダでですねあんなおせんべいをいただきました、ありがとうございます。そんなわけでただおせんべいをもらってきただけなので、また次にもうちょっとお金に余裕があるときイカを丸々1杯買っていきたいと思いました。手を振ってお見送り、2人とも見送ってくださいました、ありがとうございます。その先ずっと海岸線かなり近いところを走ります。車掌さんも今案内をしていますが、深浦駅が近くなると、雪合崎海岸というんですけれども、こんな風に宇野線の中でも特に素晴らしいと言われているカレンダーの背景などにもよく使われる景観が広がります。車内の自動放送でもこの辺りは素晴らしいですよ、そういったことを言ってくれて、必要に応じて減速をしてくれるので見逃すこともありません。ただ列車はかなり混んでいます。リゾート白神号に乗るなら窓側の席を必ず予約するべきです。ただまあ一方でね、窓からの大きなあの太陽がそのままこう中に入ってきますんで、それはそれでちょっと日に当たりすぎて夏の時期などは辛いかもしれませんが、私も今回たまたま空きを確認したらば右側の窓側が一つだけ空いていたのです。だって途中東の城という駅で列車の進行方向が変わります。前のお客さんは寝ていたの、後ろだったかな、寝てたので、ちょっとね回転に苦労しましたが、まあ周りに気を使えば大したことはありません。日本海に沈む夕日は残念ながら日が遅くなりすぎているので見ることはできませんでした。その代わり私がもっと見たいと思っていた景色を見ることができます。この辺り車窓右側にはかつて日本で2番目に大きかった八郎潟、2番目の大きな湖がありました。現在の2番目は霞ヶ浦ですが、その2番目の大きな湖は戦争が終わった後埋められてしまったのです。干拓です。そしてもともと湖だった何もないところに新しく作られた土地、そこを新しく秋田県大潟村として近代日本で初めて新たな自治体を新規設立するということをしました。あの川は確かあの水位とかなんかそういうやつの調整に使っていたと思うんですけれども、その奥にあるあの木の生えているあの辺はもともとは大きな湖だったのです。そこで秋田県の名産秋田小町が多数というんでしょうか、大量に作られています。日本海に沈む夕日を見ることはできませんでしたが、かつてそこにあった日本で2番目の巨大な湖を思い浮かべながら、そこに夕日が沈む今日のこの絶景、これはこの時間のリゾート白神2号でしか見ることができません。失礼、4号でしか見ることができません。一方この時間、この時期のリゾート白神6号に乗れば、さっき通ったような、日本海側にですねあの見える、美しい、景観と、それからそこに沈む夕日をやっぱり見ることができまして、それはそれで素晴らしいのは言うまでもありません。高校生の時私の父と夜行列車に乗ってですねリゾート白神でこの辺りを往復しまくって夕日の写真を撮りに来たのを思い出します。でもこの景色も素晴らしくいいと思うんですよね。もう一回言いますが、あそこにはもともと大きな湖があったんですよ。まもなく八王子お出口は左側です。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。八郎潟の次は大岩家に停車いたします。まもなく八郎潟です。秋田駅に着きました。時刻は19時。暑い。何これ。やる気あんのか。まあそんなに言うほど暑くないけど、でも全然なんかもう東北の夕方って感じではないですね。北海道が恋しくなるな。一応今夜の最低は24度ということなんですが、19時現在気温は30度です。秋田市は結構湿度が高い方だそうでして、あの秋田美人とか言いますが、秋田確かになんか肌の綺麗な人が多いような気がするんですけども、その理由は、湿度が高く、冬もですね湿度が高い方でして、保湿に効果があるからと言われています。本当なんですかね、分かりませんが。
そんな秋田市ですけれど、美人ウォッチングをしに来たわけではなく、こちら関営関東、関営秋田の、七夕関東祭りと書いてあります。こういう長いものをですね持って、みんなで、練り歩きわっしょいわっしょいやるお祭りというイメージで合ってるでしょうかね。秋田のお祭りはこれですね、3、4、5、6、4日間開催で、本日、東北の、有名なこのお祭りをちょうど見ることができます。本日はお祭り人がいっぱい来るので、それに応じていろんなイベントもあります。サロンパスの無料配布をやっていました。1枚だけですけど、2枚やるな。この旅でも役に立ってくれるでしょう。大事にお守りとして持っておきます。あそこでやっているのは秋田名物ババヘラアイス。おばあさんがヘラで、盛り付けるアイスクリームです。私も、食べたことあるんですけれども、あの、ね、正直ね、あんまり私は好きではなかったんですが、ただあの知り合いにね、ああいうのあるよって言ったら、ああ面白いって言って、あのそれからハマりまくった人もいますんで、だいたい1回200円安いです。秋田のね各地に、あの今日はイベントですからあそこに出てるんだと思うんですけど、あのいきなり道路沿いとかに、ね、あれがいることがあって、あの面白いんで、ぜひ一度は試してみてください。上の号令に合わせて一斉に上に立ち上げて、いや立派なもんです。もともとは一つ一つ提灯をですね、七夕のお祭りだとか、あの魔除けのお祭りだとかいう、ことだったらしいんですが、高く掲げて持ち歩けるようにと、ああいった棒を取り付けたのが始まりで、それがだんだんたくさんつけて、周りよりももっとすごい提灯をというふうにやった結果、今このようなスタイルが確立されたんだそうです。本日立ち上がった竿燈の本数は281。歩道橋があるな。上で立ち止まったら大変なことになる。あのお巡りさんに怒られるし、明石の歩道橋事故の二の舞になりそうですけど、歩きながら撮る分には大丈夫でしょう。下の方はよく見えなかったんですが、基本的に一人で一本を持つんですね。昔のその持ち歩けるようにというその機能、それをそのままあの発展させているからこそ、あのような立派な一人で持ち上げるという、まあ大変なことになったんでしょう。今何言ってるか分かんなかったかな。要するに一人が見栄を張るみたいな感じで、あのような豪華な形になってから、今でも一人で持ち上げてるんでしょうね多分。すごいな、反り返ってる。関東があの倒れたとかそういう事故は聞かないわけですけれど、みんなそのために一生懸命練習もしたんでしょう。結構大変そうなので、見ていてとても不安になります。まあ、おそらくなんですが、あの周りに何人か予備人員がいて、本当にやばくなった時は手伝ったり休憩して交代したり、そういうことをやってるんでしょう。お、あの人、え、片手でやってんの？信じられん。大丈夫か、そんな無茶しちゃって。嘘だろ。こんな曲芸をやっているお祭りだったら知らなかった。この人なんかこんなに苦労してる。あ、危ない危ない危ない。まあ私なんかあんなの持ち上げることもできなさそうですけど、わあ大丈夫か大丈夫か大丈夫か、わあ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 大丈夫か。おーおーおー、でも周りの人は手出してませんよ、ちゃんと立て直して。へえ、面白いな。こんなに面白いお祭りだと思わなかった。みんなから拍手が湧き上がっています。またなんか変なこと始めたの、あの人すごいな。もう相当の熟練なんでしょうね。後ろ姿を見るだけで分かります。こちらでも小さい子が頑張っています。もう今交代の時間なんだな。パッと人が出てきて一瞬で交代しました。なんであんな片手でこんな大きな元を持てるんだろうか、不思議でしょうがないですが、あっちの人もまたとんでもないことを始めてるな。これは見に来た方がいい。ねぶた祭りと違ってなんか色、派手さに欠けるなとか思ったんですけど、全然そんなことはなかった。あれもし倒れたら大変なことじゃないですか。まあ、あっちにもし倒れたらね、お客さんの直撃で、かなり危険なことをやっているわけですが、それができるぐらいにまで、習熟しているというわけです。多分というか絶対そうですよね。交代するのか。交代した。あんなに簡単にパパッと交代しちゃうんですね。
頭とか肩とか片手とかそういうので持つのがもう当たり前らしい。みんなそうやってる。すごい面白かった。想像の5倍すごかったです。感動しました。あのお祭りは見に来るべきです。ところがですね、実際私がお祭りを見ていたのは多分5分間から10分ぐらい。今晩はネットカフェに泊まる予定ですが、しかし、秋田ネットカフェはですね、駅直結の素晴らしいコミックバスターっていうのがあるんですけども、さすがに混雑しているだろうと思いますので、ちょっとそれはね、できません。早いうちに秋田を脱出する、ようにしておかないと、おそらく、列車もまた大変混むと思いますので、そのために鶴岡まで行くんですね。ちなみに目の前にあるこちらが秋田城址です。いろんなスポンサーが並んでますが、江戸時代にやった竿燈っていうのは中に火が入ってたわけですよね。もっと危ないじゃないかと思いますが、お、JR もかなり上の方の高額出費を出資なんていうのかなしたようです。本当暑いな。じゃあこの後は続いてネカフェ宿泊編ということで、また別の動画にしておきますので、よろしくお願いします。